皆さんこんにちは。前回レベリングで効率がいいのが47の2と50の2っていうのをやったと思うんですけど、47の2っていうのは思い出の丘迷宮区前、ここ上が1で下が2だからこっちが47の2で、50の2はこの魔導の公平迷宮区前っていうことなんですけど、これが効率いいっていう話をしたんですよ。じゃあ47の2と50の2ってどっちのがいいのって話なんですよ。まあそのレベリング効率だとどっちかとか、他の要素だとどっちがいいかとかいろいろあるんですけど、まず言いたいのは、47の2も50の2もどちらも熟練には向いているって話です。レベリングと並行して、まあ、熟練ができるんですけど、まあ、全然できることはできます。なので熟練も並行してやりたいっていう人は、まあ、どっちか混んでない方をやるのいいんじゃないかなって思います。で、まず47の2なんですけど、これ47の2の思い出の丘、これマップなんですけど、まあ、よく言われてるのはここのサブクエですね。この真ん中の方のやつが、なんか知んないけどサブクエの達成がめちゃくちゃ早いんですよ。これなんちゃらを何個集めるってやつなんですけど、多分このアイテムのドロップ率がめちゃくちゃいいんですよね。で、なんか知んないけどマジであっという間にこれが集まりきってすぐ達成扱いになって、で、このサブクエの回転率がめちゃくちゃいいんですよ。このマップのこっち側の左上のやつはちょっと微妙なんですけど、この真ん中のやつマジで早いから、だいたいサブクエ達成早いのって何々を何体倒すってやつなんですけど、なんか知んないけどこれめっちゃ早いですね。だからよくこの50層よりレベリング効率で言えば47の2の方がいいって言われてます。まあ、俺もなんかこっちのが早いなって感じします。まあ、経験値については47層の方が多分早いと思うんですけど、まあ、レベリングってそれ以外にも目的があるんで。で、まずこの狩り場エリア4つしかないんですよ。狩り場エリアってこのモブが集まってるエリアのことを言うんですけど、1,2,3,4 の4つしかないんですよ。で、パーティーって最大6人まで組めるんですけど、6人パーティーで募集すると2人あぶれちゃう計算になるんですよ。まあそうなると、まあ広いエリアに2人配置するとかになるんですけど、まあ狩り場エリアが少ない分、ラグーラビットっていうウサギのモンスターが狩りやすいんですよ。各サーバーに10分おきに現れるラグーラビットっていうモンスターがいるんですけど、これを狩るとね、熱鋼っていうアイテムが得られて、まあ、武具錬成とかができるようになったり、まあ、たまにラグーラビットの肉っていうアイテムがドロップして、それ売るとめっちゃ高く売れたり、まあ、それについてはラグーラビットについて説明した動画あるので、それ動画説明欄にリンク貼っておきます。まあ、あとはパーティーでレベリングやってる時に、稀にですけど、熟練もやりたいっていう人が文句言う場合があるんですよ。狩り場エリア少ないから。SOIF って一度でもモンスターに触れた敵を他の人が倒せば、触れた人全員に熟練と経験値が入るっていうのがあるんですけど、もう47層とか50層とかだと、一撃で倒せてしまう人って結構いるんですよ。まあそういう人が他の人攻撃してるとやっぱ一撃で倒されちゃうから、俺熟練入んないんじゃないかって言って、まあ文句言う人いるんですけど、まあそういう人多分滅多にいないと思うんですけど、まあそういうの気になる人は、まあ50層のが狩り場エリア多いので、まあそっちでもいいかもしれないです。まあ55層以上の敵はめっちゃ強いから、まあみんなで、まあさっき言ったその自分が触れた敵が他の人倒しても熟練入るっていう話したと思うんですけど、まあ55層以上でその熟練やりながらレベリングできるっていうくらいの強さの人たちならそれでも全然いいと思うんですけど、まあそういう問題があるって話ですね。まあちょっと狩り場争いっぽい感じですよね、パーティー内の。まあまずないと思うんですけどね。次に50の2魔導の公平ですね。50の2はサブクエが3つあります。ここと、ここと、ここ3つあります。でまあ6人パーティーでやっても十分な数の狩り場があります。1、2、3、4、5個あります。まあどっかのエリア2人でやることになるけど、こことここは結構モブの数が多いので2人でやってもいい感じはするので、狩り場の数で言えばすごい充実してます。あとサブクエの報酬経験値もいいです。89万とか、まあ、95万、126万、まあ、数字はいいんですけど達成が遅いので、まあ、さっき言った47層のが上がるのが早いって感じがします。
始めたばっかの人はこのレコードフレーム L っていうアイテムが不足するので、本当に始めたばっかの人はね、まあ、ある程度6人パーティーで狩りしてる人だったら全然これが不足するっていうことはあまりないと思うんですけど、まあ、最初ねこれ欲しい人は、まあ、50の2おすすめですね。50の2は狩り場が多いので6人分存分にこれ狩れると思うので、さっき言ったこの武具錬成に必要な、まあ、さっきは熱鋼って説明したと思うんですけど、これ金属片っていうのも必要なんですよ。で、この金属片っていうのは階層フィールドのモブ狩りだったり、まあ、ストーリーで中ボス扱いになっているボスが登場するあのダンジョンってやつですね。迷宮区じゃない方。まあ、それの周回でもドロップで手に入ったりするんですけど、まあ、これフィールド狩りで手に入るので、この狩り場の数が多い分、まあ、47層よりは、まあ、比較的集まりやすいんじゃないかと思います。で、50層でウサギが出た場合、さっきのラグーラビットってやつですね。各サーバーに10分おきに現れるやつ。それが来た場合は、例えば、このマップの左、ここら辺ですね。ここら辺。で、ここ階段があるんですよ。ここにラグーラビットが来ちゃうと、マジでやばいんですよ。見失ったり、まあ、一定時間経つとウサギって消えちゃうんで、もう早く噛んないといけないのに、ここら辺で、わちゃわちゃされるとマジで厳しいっていうのがあるので、50層はウサギが狩りにくいです。狩り場の数も多くて探すの大変だし、ここにさ、王冠ウサギとか来ると思うとマジでゾッとするよね、本当に。あ、ラグーラビットってあのリボンつけたウサギとか、王冠つけたウサギとかも来ることあるんですけど、王冠つけたやつが一番出にくいやつで、で、狩るのもめちゃくちゃ大変で、6人パーティーでも、まあ、厳しいかもしんないくらいの、まあ、ちゃんと6人で全員ね、連携してやれば、普通に倒せると思うんですけど、普通には倒せないか、まあ、わかんないけど、まあ、とにかく王冠狙ってやってる人とかもいるから、そういう人は47層のがいいと思います。あと最近ね、コルインゴットについての動画出したんですけど、まあ、インゴットってさっき言ったその武具錬成で作るやつで、コル獲得量が上昇する効果を持つインゴットっていうのがあって、それを武具につけてると、モンスター倒した時にコルがより入るんですよ。で、コルインゴット、これインゴットって合成するとどんどん効果が上昇していくんですけど、まあ、貫突って言って、これ最大99回まで合成できて、その貫突してる状態でやるとマジでコル入るんですけど、まあ、その状態なら、パーティー6人まで組めるんで、6人分そのコルが入るから、まあ、狩り場多い分入りやすいんじゃないかなって思います。まあ、その分47層の方がサブクエの達成が早いんですけど、まあ、どっちがいいかっていうと、まあ、ちょっとわかんないですよね。どうなんだろう、コルだけで見れば50層の方がいいのかな。まあ、正直コルはどっちでも稼げるから、まあ、どっちでもいいような気はするんですけど、俺は47層の方が好きですね、個人的には。あと47の2はサブクエスト対象じゃないモンスターが1種類だけいるんで、まあ、サブクエスト対象になるとマップ上だとこういう敵アイコンになるって話したと思うんですけど、そうならないモンスターが1種類だけいるんで、まあ、それが気になる人そんないないと思うんですけど、でも50の2は、まあ、全部一応対象のモンスターになるので、このサブクエスト3つ受けてればね、まあ、あとは熟練が47層より50層のが、まあ、一体倒した分は高いんですよ。もらえる熟練が。だからこことここで狩れるんだったら全然いいんですけど、50の2ってモブの集まりが悪いところあるんですよ。こことこことここ、ここ、いや、こことここかな。このね、マップの右下二つ、ここら辺ね、ちょっとね、モブの集まりが悪いし、数が少ないんですよ。だからここら辺に自分が配置された場合は、まあ、ここ行ってとか言われてここ行くと、ちょっと少なくて熟練も兼ねてる人は少し厳しいかもしんない。厳しいというか、熟練の効率は少し悪いですね。まあ、ただ一体狩る時の熟練は少し47層より多いので、まあ、ここかここ、この左上の2つどっちかで狩れるんだったら結構効率いいんじゃないかって思います。まあ、47層のが混んでることめっちゃ多いので、そういう時は50層で狩るのがいいと思うし、まあ、最後にまとめると、47の2はサブクエが2つ、50の2はサブクエが3つあると。でもこの2つのうち1つがめちゃくちゃ達成が早いと。進行が早い。だから経験値稼ぎは47層のがいい印象があります。こうサブクエの達成が早いのが47層、ちょっと遅いのが50の2。
で、狩場の数で言えば、47の2が4つで、50の2が5つです。だから、6人パーティー組みやすいのが50の2。で、気になる人はたまに4人までで募集してることがあったりするので、まあ、4つっていうのが気になる人はちょっとね、募集しにくいんですけど。まあ、その分こっちのが効率はいいです。あと、やっぱり大きいのが、このウサギ狩りやすいか狩りにくいかですね。47層がウサギ狩りやすい。50の2はウサギちょっと狩りにくいと。まあ、大体こういう感じですね。まあ、結論言うと、経験値だけ考えるんだったら47層のがいいです。まあ、あくまで俺の考えなので、ちゃんと計算してみたら違ったとか。まあ、でもそれって、そのパーティーメンバーが、例えばサボってる人いたり、狩るのが遅いか早いかっていう人がどれくらいいるかっていうのにも関係してくるんで、全然一概に言えないんですけど、俺は47の2派です。以上で47の2がいいか50の2がいいかについてのお話を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼いたします。